琉球通報とは、文久年間に、薩摩藩が琉球救済を名目に鋳造した地方貨幣道線であり、東百及び藩主の2種類が存在する。琉球通り、宝東百琉球通り、宝東百は、表面に琉球通り、宝、裏面に、東百と言い出され、天保通り、宝東百分線と同型である。両目は、天保通り、 宝とほぼ同じ5問目5分程度で、金室は、天宝通り宝より黒みを帯びており、鉛の含有量が高いと推測される。左右側面には、薩摩を示すの極印が打たれている。文久2年3月、当時薩摩藩の支配下にあった琉球救済を、名目に幕府に3年の期限付きで駐造する許可を、得て、同年8月に発行されたが、これと同時進行で、 発行によるデメの大きな天保通り宝が多量に密位されたと言われる。事実、天保通り宝には、薩摩で鋳造されたとされる密中戦が数多く現存している。薩摩藩では幕末まで戦火鋳造の経験がなく、琉球通り宝鋳造は突然企画されたものであった。そのため、成明公語原稿録によると、島津成明は、 戦火鋳造を伝授するために、店舗通り宝鋳造の経験のある、茶釜芋のしを、島津け秘蔵の茶釜を模して、将軍家に送るという名目で呼び寄せるなど、容易周到なものであった。額面は、当百であるが、一枚百二十四分と設定され、九貫分で一両とされたという。 文久3年7月の撮影戦争までに藩主を含めて30万両の大税にを鋳造し、戦後も日々7000両余り鋳造されたとされる。しかし、このような大量鋳造により、相場が暴落し、1両イコール14.5貫分となったという。琉球通り、宝藩主琉球通り、宝藩主は表面に天書体で、琉球通り、宝、 裏面に半紙とい出された円形型光線である。両目は八問目余り、直径は一寸四分程度であり、金質は等百分線と同様に黒みを帯びており、鉛の含有量が高いと推測される。左右側面には等百と同じの刻印が打たれている。文久三年に鋳造され、一両の32分の1の額面を持つ銅線である。 当時のゼニソーバーは1両イコール6700分前後であったことから1枚200分以上に価格設定されていたことになる。当百分線の2倍の価格が設定されていたとも言われる。ありがとうございます。